こんにちは、スリーです。今回は、勝つことより大切なことの記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。全仏オープンの準々決勝で、日本の錦織選手がフランスのツォンガ選手に善戦しましたが、惜しくも敗れました。真夜中の3時まで行われた戦いだったので、結構眠かったですが、頑張って応援しました。終わった瞬間は追い上げただけに、見ている方も悔しかったです。驚いたのは体がすごく熱くて汗だくになっていました。その時に思ったのです。勝っても負けてもこれだけ人を興奮させてくれるテニスって本当に面白いスポーツなんだなぁと感じました。本当にね、びっくりするぐらい体がもうカッカカッカしてですね、なんか終わった瞬間にね、汗がブワーって出てきたんですよね。その真夜中の3時にね。まあ、もうこうなったら寝れないんじゃないのかなと思ったんですけど、まあ結構スコーンとね、まあ、寝れたんでよかったんですけどね。まあ、それだけですね、なんですかね、人を興奮させる力っていうのがね、テニスにはあるんだなと思いましたしね、まあ錦織選手自身がね、まあそれだけ熱い試合をね、してくれたんだなと思いました。で、まあ実際に負けた錦織選手は相当悔しいはずですけど、たくさんの人にね、それだけテニスの魅力を伝えてくれてます。そう考えると、勝負事って当然勝つことがすごく大切ですが、一生懸命頑張っての結果なら仕方ありません。大事なのは取り組む姿勢ではないでしょうか。錦織選手は2セットダウンからでも1でも逆転するぞという姿勢でした。何度もガッツポーズを作っては自分を奮い立たせ、セットカウントを2-2まで持っていきました。絶対に勝つ、そういうオーラが出ているのはテレビ越しからも分かりました。だけど、やはり勝負事なので、最後は、勝者と敗者が決まります。今回はたまたま勝者がツォンガ選手で、敗者が錦織選手だったような気がしました。ならば、負けたとしても次につながる努力をして、また挑めばいいのです。この繰り返しは必ず成長につながりますし、錦織選手はこうやって強くなってきました。そして、この成長メカニズムは私たち一般テニスプレイヤーも同じです。だから、結果にこだわりすぎず、必要はありませんが、目標に対する姿勢にはこだわってください。結果は出たら終わりですが、姿勢はずっと続くものです。今回の試合は改めて取り組む姿勢の大切さに気づかされました。いや、そうなんですよね。結果って結局ね、いい結果、これは何でもそうなんですけど、その瞬間はすごい嬉しいんですけど、だんだん当然、まあその結果っていうものはね、その結果を出したその日が遠ざかっていくことに薄れていくんですよね、その喜びとかっていうのは。むしろその結果にこだわりすぎるとね、まあ過去にこだわりすぎてしまってね、あまり良くないんですよね。だから結果っていうのは言ったら瞬間的なものであって、そんなずっとね、何ですかね、そこに身を委ねるものじゃないんですよね。逆に言うと結果にね、頼りすぎると、なんか過去の栄光にすがりついてるみたいになってしまってね、過去から抜け出せなくなっちゃうんで。やはり時代っていうのはね、流れていきますんでね、その結果っていうのはもうその瞬間であってね、もう時間が流れたらその結果っていうものはですね、結果でしか過ぎないんです。でも、これからもずっと続いていくんだったらね、それより大事なことはね、その時に取り組んでた姿勢の方が大事なんですね。結果を出したからって、その瞬間からですね、そのね、頑張ってた姿勢とかね、取り組んでた姿勢を崩すと、ね、全てがね、なくなってしまうんですね。だからね、まあ、その瞬間瞬間の結果にこだわりすぎずに、私はですね、そこに取り組んだ姿勢っていうのを大切にして、で、そこからね、それを継続してね、より良いものを付け加えるっていう方がね、長く意味があるんじゃないのかなと思ってます。だから、まあ結果はね、大事なんですけど、結果にこだわりすぎるとね、ただ単でね、ただただ過去にこだわる人になってしまうので、それより姿勢にこだわるっていうのがね、大事ですよね。だから極端な話、結果を出したとしても、出した時の姿勢が大事であって。ね、だから過去にすがりつくっていうのはね、それはあまり私はいい姿勢とは思えないですね。それよりまあ、その時は喜んで、その後はまた次に向かってね、取り組む姿勢とか。まあ、要は勝負事だったらね、相手に対してのね、態度。プロだったらね、相手をね、気遣ったコメントとかね、なんかしますよね、チャンピオンスピーチとかでも。そういう姿勢っていうのがすごく大事だと思うんですね。その方がね、すごく大事であって、ね、次につながっていくと思います。だからね、勝つことよりね、私は姿勢ね、そこに取り組む姿勢の方が大切だと思うのでね、まあ、ぜひあなたもですね、その結果にこだわりすぎずに、その場その場、その瞬間その瞬間の姿勢に着目してみてください。
それだけでもですね、何か大きな、ね、気づきがあると思いますのでね、ぜひですね、こういうことも覚えておいてください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。